す。はい、柴田まなみです。はい。あ、救急、あ、子供ですね。熱性けいれんです。2歳です。あ、男の子です。そうですね、ちょっと意識ちょっと混濁してますね。呼吸はできてますね。はい。ちょっとあ、そうです。はい。はい。はい、わかりました。あ、はい、わかりました。はい。はい。はい、わかりました。すいません。ちょっとね、発作起きる前に嘔吐したので、今ちょっと服びちゃびちゃなんですけど、まだちょっと全身の痙攣が震えてまして、ちょっとだけ今、目元がちょっとだけマシになったかなっていう感じなんですけど、まだちょっと、はい。はい、わかりました。はい。はい、わかりました。はい、失礼いたします。はい、はい。角ではない、角から2番目で家の前に犬がいてますね。あ、そうです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 。はい、すいません。ちょっとじゃ玄関鍵開けときます。はい、はい。大丈夫？すいません。3年2組と5年1組の柴田正幸初代記の母なんですけれども、はい、こんにちは。今多分ね、学校で多分放課後遊んでると思うんですけれども、で、まあ、本来だったら2人で兄弟で今から帰ってくる予定なんですが、ちょっと下の子が自宅で今ちょっと痙攣を起きて救急車で今から搬送になるので、ちょっと行き行きの方にちょっと行ってもらうっていう形でいいですかね。また私お迎え行く時に行くんで。はい。あ、まだしてないです。あ、今すぐキャッチ入ったら多分これ救急隊からやと思うんで、すいません、一回切ります。はい。てるくん大丈夫？大丈夫？ちょっとママ鍵開けてきていいか？ちょっとしんどそうやな。大丈夫か？いける？てるくん大丈夫？いけるか？ちゃんとしっかり持っときや。ちょっと大丈夫？大丈夫か？てるくん大丈夫？大丈夫？え、あ、え、です、火事ですか？あ、救急車ですすいか？はません。い。今コールか、多分着信ありましたかね。すいません。今さっき救急119要番か請。かってます。あ、救急車も呼んでるんですかね？あ、そうです。はい。あ、じゃあ一回切ります。待っときます。わかりましはた。い。テレフォン大丈夫？大丈夫か？いける？大丈夫？なあ。ちょっと酸素吸い。ちょっとこれ空気吸って、てるくん。呼吸してよ、呼吸な。な。大きく呼吸して。な。そう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 。大丈夫か？うん。あ、もしもし。はい。救急隊です。はい。2歳男の子の発熱と痙攣というふうに聞いてあ、ますけそうです、ど、そうです。すいません。はちょっい、と、今どんな様子まですだちょっか？と痙攣が収まらなくて、ちょっと玄関鍵開けれてない状況で、ちょっとまだ意識が、なんか混濁してる感じがちょっと長いなって、今までと違うなと思ってまして。あ、わかはりまい、した。すい何ま分ぐせん。らい続いてますか？はい。もう多分2、3、2、2分以上は多分2、3あ、分2ぐら分以い上。は。はい。わかりました。痙攣は何回目ぐらいですか？これで3回目ですね。あ、3回目ですはか？い。了解です。発熱は今回いつからありますか？発熱はね、今日の朝方37度やったんですよ。